I don't got time for this. 近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。I am ready, sir. 芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけていけよ。 I got my Italian necklace and I'm ready to go. Oh. How nice. That was the end of the chapter. Spooky bow. Oh, and we brought the girl. あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。Oh, it's that guy. 行くぞ、ハルカ。It's a guy who I feel like I've seen before.五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合が、なぜ風間のおやさんを。It's my best friend. 桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。I've come to propose that the little girl becomes the next chairman. よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東上会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。He's got a very evil face too. なあカズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え？由美は水木なんだ。Oh, お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ、はるかの母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや、はるかの父親は神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。I was gonna say Dojima, but okay. 9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのははるか、横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。雷。That's... いや！どうした？わからない。わからないけど。
俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には弓の存在を知らせず彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあってよく東城会に出入りしていた。その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると弓の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして弓は神宮の子を産んだ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった弓は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後弓と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。I don't know what I'm doing. Someone's in hell. セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。Killed a man. 神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で神宮のスキャンダル、弓と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。セラは記者の家からメモや写真を奪い全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。ねえ、 you have to die. もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング、何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろう。幸か不幸か、弓はその時全ての記憶を取り戻したんだよ。弓とハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、弓とハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ。俺とセラはハルカをひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。人弁し偽造屋を雇い弓の顔を変え
架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんで由美は登場界の100億を盗んだんですか。あれは登場界の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中がここはヤバいです。 No, no, マジですよ。島の目、無茶しやがる。Kiryu, the one you seek. Back to dumping points and the random things. Who's he?
What was that? Majima would have been upset if one of those killed me. Yeah, you're fine. The boat's still there. コソコソしやがって。しまん。寺田はん、あんた、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい。ほんま、脇が甘いわ。ガキは。もらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたろ。 And you didn't invite Majima? What's wrong with you guys?Oh, this is actually kind of cool. I like that. Ugh.
Learning a bunch of random skills does help. これまでだ、島野。Chaddy's got a gun. Huh?
おやすん。カズマさん。カズマ。おやすん。ハルカは無事だぜ。風間のおじさん。おやすん。百億の話を。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。百億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその百億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ。カズマ、弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい。確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。 Protected with your life, Kiryu. はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。I didn't visit you in jail. お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の、That's kind of dark. 本当の親父でした。The finale. だってさ、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そうか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ。まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった、感謝する、ダデさん。I need the finest medicine they can offer. That's what I'm here for. Oh no.
probably going to attack me. Now who's calling? Oh, it's from Azim. Okay. I'm glad he doesn't care. Hold on, little girl. We gotta go somewhere. What a clown. I can't go in there. They won't let me. Little girl, you've ruined my fun with Majin. It's just a field trip. Come on, guys. キリュウさん、こっちです。ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って、これ
ホスト仲間からの気持ちです。Is it a gun? No, it's money. そうか。すまないな。I can go buy my meds. Oh, she's not with me anymore. Just so good away. どうや、キルちゃん。He put the time and effort here. You had to accept it. Did he shave? He did shave. Essence of Mad Dog World.
いらっしゃいませ。I'll take your finest meds. ありがとう。His next surprise will be climbing out of the toilet. もう準備は整いましたか? Yes, I beat up Majima. I got my meds. I'm ready. もう大丈夫だ。わかりました。キリュウさん、もう俺たちにできることはありません。月並みなことしか言えませんが、頑張ってください。ああ、わかった。ありがとうな。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。気をつけてください。あそこにお母さんが。そうだ。やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。ユミお姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、ハルカ。うん。おじさん。キリュウ。あんたやら、登場界の4代目から直々の褒美が出る。4代目金持ちも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ。
次期会長錦山さんのな。You get a license to kill someone? ハルカ、心配するな。何があってもお前を守る。必ずユミに会わせてやる。信じてくれるな。うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。Meanwhile, こいつは神宮。
誰だ。須藤。You've been caught, guy. こそこそしねえで出てきやがれ。Listen.
to run a little bit. Gotta go find your mother. 急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです。早く。須藤、お前、こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。そりゃ分かってる。ですが、私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東条会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。Look who it is. Yumi. Kazuma.This is my new dad. Haruka. お母さん。お母さんなんだよね。Haruka! ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん。私ね。お母さんね。本当はあなたと一緒にいたかった。でもね。自分がお母さんだって言うことができなかったの。いいよ、お母さん分かってるから。私嬉しいよ。おじさん、よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。 Now the family's together.なんだ。きっと彼が来たのよ。奪われたものを取り返しに。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、キリュウ・カズマ君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに、他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？カズマ、おじさん。ジング、お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前、どうして、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に
何がわかると言うんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私にはわかるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの？ずいぶんな言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田、これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや。お前ら、あなたまさか。そうだよ。私は東城会から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。東城会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ。五代目と私の間でね。私は、セラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求め、ずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと？ああ、そうだ。君らに政治の話をしても分からないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前、殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや東条会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った？そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は？ああ、近江へと渡る。私としては東条会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか？そうだよ。彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで東条会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何？ユミ、もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。
もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、世良会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな、何を根拠にそんなことを。 It's just a giant mind game between all these guys. I read your plan, but I read his. Kazama-san, 食べます。 Sera, お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。アトメは風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。 うるさい、セラメ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやつさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目桐生一馬だ。How nice. すが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな、もう息も絶え絶えではないか。SWAT。伊達さん、神宮恭平、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。やめろ。ダメだ伊達さん、ここじゃ町に墜落する。クソ伊達さん。こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。 No, I don't think I am. シマツショー。
黙り。Just keep shooting. Okay, this isn't gonna work. Three guys with a gun. Yeah!
黙れ。おら死ね。
調子に乗りよって錦山くん。終わったか。I was wondering when he'd show up. これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそれ。爆弾か。闇。バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても搭乗会の跡目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろ桐生、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ。俺は100億を手に入れ、搭乗会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの？そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ、なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから
決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。There goes the other. Dragon and the koi. Enjoy this punch. This.
all of men. In the trading of blows, they understand each other. サラダがお前とはもう一度一緒にやりたかった。Foot where you belong. あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後もこうしてあなたのことを。私弱い女だった。記憶を失ってからも本当はあなたのことだけはうっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でもあなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。全てを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていて欲しかったから。はるか、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。
There's the money. このお金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ。So that's what 10 billion yen looks like. My leg! Kiryu! Save me, Majima. Haruka! Haruka!最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦錦。Okay, so he前から言えなくてすまなかった。好きだったお前のことが。カズマ、これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山君からも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。
その夢が叶ったの。お母さん。はるか、いい？はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから、いい？絶対に逃げちゃダメ。カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。弓も錦も風間のおやっさんももうみんないない。だから人思いに逮捕してくれ。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。伊達さ、来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ？まあ、世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん？誰なんだ？まあ、意外なやつだよ。マジ？おい、元会長つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが五代目なのか？ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。Wasn't he the chairman of the other guys?The Omi Eyes? じゃあ、行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか。だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらくサヤと暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、
もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、this man really retired the day he became the champion. Unskippable. Kiryu's a dad now. He gave up chairman to be a dad. What a champion. Game went by pretty fast once I stopped paying attention to the pacing. The fight with Nishiki was definitely my favorite. Can't wait for the next game to be all about a girl. Like Zero in this one. But what about Majima? Rest in peace. Well, I guess Majima's didn't die. How many people died in this game? At least 6. 5 or 6. And then they were all important people. Thank you.
I'm sure Majima will come around. He's in the next game. There's a cutscene after the credits where it's just Kiryu and the girl eating dinner, and Majima's just in the window. He's in the window with a fork in his hand. I want to eat too. Two dads. Just gonna carry you and Majima. They don't talk about Majima. Am I gonna get a cutscene? Yep, there it is. Sumanai. Mata shimatta na. Kono ko to asonde ta kara. Watashi, mou ikanakucha. Genki de ne.連れてくか。ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。あ、お母さん。ごめんね、ゆうちゃん。遅くなっちゃった。ねえねえ、お母さん。ん？サンタさん、今年も来てくれるかな。そうね。ゆうちゃんがいい子にしてたら。来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじゃ早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん、帰ろう。Kiryu's an uncle, not a dad. ねえ、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。Who's Santa? 信じてたんだ。悪かったな。The and Sega.
Have you done 28 street battles?